熊の出没状況が過去10年で最多となっていて、県はツキノワグマ出没警報を発表して警戒を呼びかけています。ツキノワグマ被害防止連絡会議が県庁で開かれ、8月末までの熊による農作物の被害額が352万円となり、去年の同じ時期に比べておよそ 260% になっていることが報告されました。熊の出没状況にですね、注意を払っていただいて、熊が出ているような場所には行かないということですね。県は引き続き警戒を呼びかけています。が今年は餌となるブナが大凶作とみられまして、餌を求めてクマの活動範囲が広がっているということです。そして目撃情報が増えていまして、クマ捕獲用の罠設置の問い合わせが増えているということなんです。罠はですね、主に市町村が保有していまして、次のページですかね、はい、猟友会などと協力して設置しているそうです。青森市では5個設置しているそうなんですが、大鰐町では5倍にあたる25個の罠を設置しています。現状について取材しました。6月の後半ぐらいにあれっていうちょっと違和感というか、去年より多いなっていうので始まって、7、8月のそのスイカ、はい、の被害がすごかったんですよ、連続して、はい、でスイカ農家さん、販売農家さんの被害と、はい、まあ、その家庭菜園でやってるそっちの方にも出始めたので、今年はちょっと異常だなっていうところだったんですよね。こちらは8月に町内のメロン畑に仕掛けられた罠にかかったクマの映像です。大鰐町によりますと、農作物の食害といった被害件数は去年1年間を大きく上回り、先月末現在で28件、被害額は81万円となっています。担当主担は1人で、副担が1人なので2人ということにはなってますけれども、今回のこの件数を処理するには到底足りなくて、農林課みんなの職員で割り当てしながら現場対応しているところです。今のところは人的被害はないのでいいんですけども、まあ、農家さんの死活問題になりますので、その辺が苦慮しているところですね。町では今年すでに去年1年間を上回る13頭を駆除しています。毎日っていうか、もう朝行って昼行って夜行ってとか、もう罠も足りないし人手も足りないぐらい、やはりそういうことは今までにはなかったような状況ですか。こんな忙しい時はない。大鰐町猟友会事務局の山中さんは、今年の熊の目撃が増えている傾向についてこう分析しています。このさ、夏の暑いので花が落ちてしまった、どんぐりとかブナので、もう木の実が何もない、そういう状態だから、全く木の実がないから、餌ないから、もう佐渡に来て仕方なく降りてきている状態。こちらは山中さんが8月に撮影した熊の映像です。数メートルのところに車がいても動じる気配はありません。夏場だったらもう民家の網戸の横、熊が通ってる、もう道路は横切る、もう簡単にもう村の中に入ってきてるから、もう異常、もう人をさ警戒しなくなってしまっているから、もういつ人が熊と遭遇して怪我してもおかしくない状態。メロンやスイカの時期が終わり、今はリンゴの被害が増えているということです。リンゴ捨てるのさ、はい、でこの下、はい、ちょっとこう獣歩いたような感じ、これが熊来てる足跡。こ捨てたやつを食いに来てる、この引っかいたやつ全部、これ全部そうですか。全部そう。で、この隣のあの大きい木、はい、枝折れてるのも、はい、全部クマ折ったやつ。これも全部。折ったんですか。うん。クマを爪。あ、ここ分かりやすいですね。で、結構こう引っかいたような跡ありますね。
こちらの園地ではほぼすべての木に熊の爪痕があり、ほとんどのリンゴが食害に遭いました。わずかに残っているのは当時熟していなかったリンゴです。ある人はもうやめる、もう切ってしまう人も出てきてる。実際にですか、うん、もう今日毎年食われて、はい、もう作っても意味ないからって、うん、山中さんによると富士の収穫が終わるまであと1ヶ月ほど熊の活動は続くのではないかとしています。山中さんによりますと、リンゴ生産者が出荷できないリンゴを園地に山積みしているのを狙って熊が出没しているケースもあるということなんですね、はい、うん、そういった点にも注意が必要です。